はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回は DG でグレゴリオ・カホンのカホンペダルが日本で販売されるということで紹介とレビューをしていきたいと思います。今ね、そんなにカホンペダルって珍しいものではないと思うんですけれども、一応知らない方のために説明させていただくと、カホンっていうのはね、ほらこう手で叩くパーカッションなんですけども、これにね、さらに足も加えて、まあ、こんな感じで叩いてしまおうと。まあ、こんな感じで手足を使って叩けてしまうというアイテムでございます。で、手だけではなくて足も使えるということは、当然演奏の幅が広がりますよね。まあ、その分練習しないといけないんですけれども、まあ、演奏者のねアイデア次第でいくらでも面白い使い方が思いつくと思います。一例なんですけれども、例えばね、本当にキックドラムのバスドラム的に使う、こういう感じ、使ってもいいですし、例えばシェーカーなんか持ってね、片手違うパーカッション持って、みたいにやってもいいし、もう手ではカホン叩かずに、まあ、こんな風に使ってもいいと。こちらコンガとかジャンベとかいろいろ並べるマルチパーカッションのセットの中でも使えますと。で、みんな気になるのは踏み心地とかレスポンスといったところだと思うんですけれども、もうレスポンスはね、むちゃくちゃいいです。はい。まあ、限りなくね、ドラムのペダルと同じ感覚で踏めますので、なんで普段はドラムセットをやっている方で、アコースティックライブなんかね、音量を落としたいとか、カホンを使いたいってことあると思うんですけれども、まあ、その時にね、このカホンペダルを忍ばせておけば、普段のバスドラを踏んでる感覚と限りなく同じ感覚で演奏することができると。まあ、なんならハイハットぐらいね、置いてもいいかもしれないですけども。まあ、限りなくね、ドラムライクに演奏することはできますと。はい、では細かいスペックを見ていきましょう。今僕は右足でペダルを踏んで、カホンの座面にビーターが当たるようにセットしておりますけれども、これ実はね、パーツを組み替えることによって左足側にセットすることもできますし、このビーターが座面ではなくて側面に当てるようにセットすることも可能です。いろいろ使い方に合わせて柔軟にチェンジすることができます。で、ご覧の通り、ペダルとビーターはこれシャフトでつながっております。いわゆるドラムのツインペダルのシャフトのようなもので、カホンペダルってね、結構ワイヤーのものが多いんですけども、ワイヤーだとね、切れるリスクがあるんで、プロの現場では使えないというところなんですけども、シャフトなら安心というところですね。まあ、このシャフトによって限りなく、ダイレクトに、このペダルのレスポンスがビーターに伝わるという具合です。で、このペダルの踏み心地、スプリングの強さだったり、このペダルの傾き具合ですね。この傾き具合なんかも無段階に調整することができるので、まあ、かなり好みのセッティングというかね、自分の踏みやすいセッティングにすることが可能です。で、このカホンに当たるビーターはゴムスポンジのような材質で、ちょっと押すとへこむ柔らかい素材です。まあ、限りなく手で叩いて得られるベースサウンドと同じような音が得られるというわけですね。で、この当たる角度、このビーターの角度も今ちょっと手でやっちゃいますけども、こういうふうに変えることができると。これは素晴らしいですね。こうまっすぐこのビーターすべてカホンに当たるようにセットすることもできれば、ちょっとこう傾きをつけてね、一部分だけ当てて音量を抑えたりすることもできると。で、この DG のカホンペダルっていうのはかなり昔からあるんですけれども、現行のモデルではですね、このアンダープレートが採用されておりまして、実はね、これカホン何でも使えます。 DG のカホンもちろん使えますし、 DG 以外のメーカーのカホンもね、サイズ問わず使うことができると。はい、こうなっております。このプレートは木でできておりまして、とても軽量なプレートです。この DG オーナーのパウロっていうのはもともと家具職人だったそうで、すごいね、家具っぽいんですよね、作りが。この家具っぽいプレートに、ペダルが挟めるようになっていますと。なので、自分が持っているカホンもこのプレートに乗せればすぐ使えるようになりますというね、非常に簡単なセッティングです。
で、これちょっと余談なんですけれども、最近僕でこのカホンの足の高さをいろいろ変えることにハマっておりまして、これ DG の薬衣というカホンなんですけれども、元はね、こんな傾きついてなくて、今前足だけ少し高くしてるんですね。後ろ低くて前が高いっていう、ここに傾きができるようなセッティングにしておりまして、こういうね、特殊なセッティングでも、このペダルを使うときはプレートに乗せるだけですから、この足の形状によらずね、あるいはカホンを傾けていたとしても、まあ、しっかりとこのビーターを当てることができると、かなり柔軟にセッティングすることができると思います。唯一このペダルのデメリットというか欠点を挙げるとするとですね、このシャフトの傾き、ペダルをセッティングする位置が、まあ、これぐらいなら問題ないんですけれども、こういうふうに限りなくまっすぐにセットしようとすると、まあ、これダイレクトシャフトなんでね、この傾きではこう反応してくれません。具体的にはですね、この傾きが50度以下でないと使えないので、まあ、ある程度こう足を広げた状態で使う必要がありますので、こういうふうにですね、傾きをつけすぎる、まあ、まっすぐのような状態にすると、このシャフトの構造上踏むことができません。使うことができませんので、これだけ要注意ですね。はい、というわけで今回は DG のカホンペダルの紹介でした。気になる方は使ってみてください。僕個人的にもね、全く問題なくストレスなく使えそうなので、次の本番から使っていきたいと思います。で、このペダルについて、気になること、知りたいことなどありましたら、僕の主観でよければね、答えますので、コメント欄に書いてください。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。